調のヤンキースソト、得点圏では異常な勝負強さ0-2ヤンキース。日時間21日ニューヨークヤンキースのフアンソト、外野手は20日、日時間21日のレイズ戦を終えて打率.354、5塁打20打点と好スタートを切っている。特に得点圏のオプスは球界トップの 1.824 と驚異的な数字を残している。25歳のソトは通算165塁打、シルバースラッガー賞4回、通算オプス949を誇る左の強打者。ナショナルズ時代の2018年オフには日米野球で来日したこともある。2022年途中からパドレスでプレーし、昨季は162試合に出場して打率.275、キャリアハイの35塁打をマークしていた。そして今季からはトレード移籍したヤンキースでプレー。1月には年俸調停権を持つ選手としてはドジャース、大谷翔平投手を抜き史上最高額の3100万ドル、約45億円で契約に合意した。名門のプレッシャーに押しつぶされることなく、開幕から好調を維持し、オプスもリーグトップの 1.077 と、さすがの成績を残している。19日、同20日の4どころ時、レイズ戦では7回1死1・2塁の場面で、右翼席へ2試合連発となる特大のアーチをかけ、ファンからは MVP コールを受けた。得点圏打率は.563、オプスは.824で、異常なほどの勝負強さを誇っている。チームの主砲ジャッジはブーイングを受けるなど、打率1割台と苦戦している中、加わった新たなスターがチームを支えていく。フルカウント編集部。